動画撮るの久々だからめちゃめちゃ緊張するね。こんばんは、スフィアリアです。今回はですね、1週間、いや、4日、5日ぐらいかな、動画投稿をね、お休みしまして、まあ途中でね、不安になっちゃって、2本ぐらいね、無理してって言うとね、またちょっとね、心配かけちゃうかもしれないんだけど、2本ぐらいね、ほとんどノー編集で動画をね、投稿したんだけど、まあちょっとね、見づらい感じの動画になってしまったかとは思うんだけど、今後はね、そういう動画が多くなると思う。で、今回ね、休むにあたってお知らせの動画を出していなかったので、ツイッターの方ではね、まあお知らせしたんだけど、ツイッターもね、新しくしちゃったんで、フォローがね、外れている方はね、動画でしか見れてなくて、ね、心配された方も、もしかしたらいるかもしれないので、なので今回は動画で休んだ理由に関して話すのと、プラス、動画のね、投稿スタイルもちょっと変えないと厳しいかなっていうのがあるので、それに関しては、まあ最後の方で話をしたいと思いますので、よければ最後までね、お付き合いいただけたらなと思います。はい、ということで、動画をね、休んだ理由なんだけど、まあぶっちゃけた話を言うと、腰痛です。腰痛。うん。ただ、その、腰のね、大きな病気、ヘルニアとかじゃなくて、どっちかっていうと、持病みたいなものなのかな。で、一回ね、高校の時にも腰を悪くして、レントゲンを取って、こういう病気ですよっていうのを言われてたんで、まあ知ってはいたんだけど、まさかこんなにね、悪化するとは思ってなくて、まあおそらくね、コロナの影響でおうち時間が増えて、で、かつ、編集で、うちでね、こう何時間も座ってるから、余計にね、こう悪くなっちゃったんだと思うんだけどね。で、俺がなっている病気っていうのが、腰椎分離症っていう病気なんだよね。で、まあどういう病気かっていうと、まあ人によってね、違うかもしれないので、俺の場合はっていうところで話をしていくんだけど、俺の場合は、その昔腰を悪くした時に、一応ね、レントゲン取りますって言われて、レントゲン取ってもらったんだよ。で、そしたら、腰の、本当にね、小さな骨が、俺はね、なかったらしいんだよね。で、それが、まあ、疲労骨折で、まあ、折れて、まあ、体の中で消えていったのか、それとももともとないのか、に関してはわかんないんだけど、その小さい骨がないらしくて、で、その、たかだか小さな骨がないだけでも、腰の支えにはすごく影響があるらしくて、で、もともと俺が、その腰が悪いタイプの、まあ、人だったみたいなんだよね。うん。なんで、その、病院で昔治療を受けた時に、腰ベルトとかはやった方がいいよって、で、あったかくした方がいいよっていう風に言われたんだけど、ね、昔からね、動画を見てくれてる方は知ってると思うんだけど、めんどくさがり屋なんで、今までね、その、腰ベルトとかもやってこなかったんだよ。で、それで特にこう腰が悪くなるっていうこともそれ以来なかったんで、まあ問題ないなぁと思ってたんだけど、まさかこんなに悪化するとはっていうね、まあ感じなんだけど、まあどんなね、こう症状だったのかっていうと、最初ね、ふくらはぎがめちゃめちゃ痛くなっちゃったんだよ。なんかね、本当に激痛っていうような感じで、で、なんかむくんでんのかわかんないんだけど、足がね、すごく重くなっちゃったんだよ。で、信じられないかもしれないんだけど、階段もね、マジで足が上がらなくて、で、片足を両手でこう持ち上げてね、これ信じられないかもしれないけど、階段登るのに、両手でね、片足ずつ持ち上げて上がんないと上がれないぐらい、足が重くて痛かったんです、すごく。で、まあコロナの影響で運動してないから運動不足なのかなと思って一週間ぐらいほったらかしたんだよね。うん。で、まあその時本当にね、足にね、もうマジでね、大げさに言ってるように聞こえるかもしれないけど、もう15キロとか20キロとかの重しをね、足首につけられてんじゃねえかと思うぐらい重かったからね。うん。で、まあそっから一週間ぐらい経って、なんかね、歩いてたら、なんか、股関節の左側の部分が、足を動かした時に、骨と擦れてんのかと思うぐらい、すごい激痛が走って、で、もう、尾行引かないと、もう足を引きずってないと、もうなんか、本当に歩けないぐらい、マジで痛くなっちゃって、
で、あ、もうこれはやべえって。これはもうやべえって思って、で、病院に行ったんだよね。で、そしたら、一応ね、まあ、骨折ね、どっかしてるかもしれないから、レントゲン撮りましょうっていうことで、レントゲン撮ってもらったんだけど、まあ、何事もなくて。で、まあ、おそらく、ね、以前にも、ね、腰椎分離症でなってるんで、まあ、それの悪化かもしれないねっていうふうに言われて、で、まあ、薬を出されて、まあ、注射を打ってっていう感じでね、まあ、やったんだけど、で、かれこれね、10本以上かな、打ったんだけど、まあ今はね、こう、ある程度、今のこの動画の収録も座ってやってるんだけど、まあある程度こう歩けるようにもなって座れるようにはなったんだけど、まあ座ってんのもね、30分が限界かな。10分でもう腰が痛くなっていっちゃうから、そんなに長くね、動画の収録はもうできないね、マジで。うん。で、歩くのも、普通にね、歩くのはできるようにはなったんだけど、早歩きとか、大股で歩いたりっていうのはマジでできない。うん。そうすると本当にね、なんか、擦れちゃって痛いって感じ。足の、その股関節の骨がね、擦れて痛いっていう感じで、もう激痛が走っちゃってまた悪化しちゃうんで、本当に、なんて言うんだろう、小股で、歩いてるような感じなんだよね、今ね。うん。でね、本当に面白くてね、ね、うちの会社、大学生が非常に多いんだけど、足治ったんですねってこの間言われて、いやいやいや、激痛よって。ね、普通に歩いてるからね、まあそういう風に見えるのかもしれないんだけど、ね、みんなやっぱりさ、ね、こう、腰が痛くてもさ、ね、こう、少しぐらいの風だったらさ、頑張ってみんな来てるわけだから、俺もね、そんな足が痛かろうが、ね、みんなね、こう、黙ってやってんだからね、俺も黙ってやんなくちゃと思って言ってんだけど、まあ旗から見たらね、治ったようにはまあ、見えるわな。うん。っていうことがあってね。まあ、この間ちょっと笑っちゃったんだけど。で、まあ、そんなことがあって、で、まあ、今は、まあ、ある程度こう治って、まあ、こんな風に、まあ、動画の収録も、まあ、できるようになったと。まあ、10分から30分ぐらいが、まあ、限度なんだけどね。うん。っていうのが、まあ、休んだ理由ですね。うん。ごめんね。俺の動画ではあるあるなんだけど、携帯がね、鳴ってしまったので、カットしてると思います。で、これが起こるとね、どこまで話したかうろ覚えになっちゃうんだけど、多分ね、布団の中でどうたらこうたらみたいなところまでは話してると思います。で、ちょっとね、わかんなくなっちゃったので、まあとりあえず、動画をね、休んでいた理由は、そんな感じ。で、ここからはその動画投稿に関して話をしていくんだけど、まあさっきも言った通り、ちょっとね、座ってるのが厳しいので、なので、まあ、今までは、水、木、金、土、日っていう感じで動画投稿したと思うんだけど、それもね、ちょっと不定期になるかな。動画投稿できるときに、まあ、投稿するっていうような感じになると思う。で、投稿時間もちょっと不定期になってしまうので、なので、もしこれからも応援してくださる方はですね、チャンネル登録をして、ベルマークをね、オンにしてもらえると、動画をね、投稿した際に通知を受け取ることができますので、ぜひともね、そうしてもらえると助かるかな。うん。で、ライブ配信に関しては、ちょっと今後はね、できない。うん。やっぱりね、ライブ配信だと楽しくてずーっとこう喋ったりしちゃうんで、そうなるとね、もう1時間とか3時間とかずーっと喋っちゃうんで、そうなるともう腰が本当に痛すぎて半端じゃないので、ライブ配信はちょっと、今後はできないかな。良くならない限り。うん。まあ、これに関しては持病だからもうちょっと良くならないと思うんで、まあ今後ちょっとね、自分の体とね、まあ付き合っていくしかないかなというところなんだけど。で、もう一つね、重要なことがあって、厳重契約の動画がね、一番影響を受けると思うんだけど、編集がね、やっぱり厳しいんだよね。だいたいね、毎日、まあ動画の収録をして、まあ動画の収録はね、時間的に1日に1本か短ければ、まあ2本ぐらい収録して、で、編集がね、だいたい1日にね、今までは6時間ぐらいずーっとね、パソコンの前に座って編集してるんだよ。だいたいこう取りためを作ったりとかしてるんで、ずーっとこう編集したりしてるから、まあ座ったりしてるんだけど、で、ホラーゲームとか、まあ雑談とかって、そんなにこう、なんていうの、編集する部分がないから、余分な部分をカットするだけだから問題ないんだけど、厳重契約に関しては、
オープニングをつけたりとか、まあオープニングをつけるのはまあホラーゲームでもそうなんだけど、ね、字幕を入れたりとかさ、まあ細かい編集をこう入れたりとか、最近はしてるから、まあそういうのをやるってなったら、ちょっとね、厳重契約厳しいので、なんで、まあ今後ね、厳重契約の動画に関しては、投稿頻度がね、もうめちゃめちゃ下がると思ってくれていい。うん。厳重契約メインのチャンネルっていう風には言ってるんだけど、ちょっとね、ホラーゲームとかがメインになっちゃうかな。うん。厳重契約に関してはちょっとね、1週間に1本とかのペースになっちゃうかもしんないな。編集するってなったら。うん。まあ、無理のない範囲で、もちろん自分が楽しい感じでね、まあやっていこうとは思ってはいるんだけど、まあそうなると、ちょっと、厳重契約の動画は1週間に1本かなーっていう感じになると思うので、なので、まあ、もしかしたら、俺のチャンネルの名前を、まあ、ホラーゲーチャンネルっていう感じにするかもしれない。もしかしたら、うん、この機会にね、わかんないけど、まあ、いろんなことをやるチャンネルっていうふうにもまあ、書いているので、まあ、うん、名前はそのままにするかもしれないけど、まあ今後はそういう感じになるかと思う。うん。でもまあできる限りまあ楽しく長くまあ YouTube やっていきたいと思っているし、まあ厳重契約の動画もやめたいとは思っていないので、まあねこれからもお付き合いいただける方はぜひとも、お付き合いいただけたらなと思います。はい、ということでまあ今回はまあお知らせの動画でございました。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。